ナルサス様の指示は救戦隊の無力化。詰所へ行き、すべての弓弦を切るのがいいだろう。早く追加の弓を運ばないと、ホディール様に怒られるぞ。あの木箱に弓が入っているのか。奴らを倒せば詰所の場所がわかるかもしれない。ホディールに知られてはまずい。伝令は逃さず仕留めなくては。何が目的だ。まさか西の詰所を襲うつもりか。なるほど、詰所は西か。ここにある弓の鶴を切ってさっさと向かおう。ここまでか。門の鍵か。もらっていこう。役に立つかもしれない。ホディールが動き出す前に弓鶴を切りたいが、兵に邪魔をされては余計な時間がかかるな。そうだ、あのかがり火を使えば目をそらせるかもしれない。火事だ。火が大きくなる前に消せ。よし、この隙に先へ進もう。詰所だろうか。あの向こうが詰所のようだな。怒りが来ないように扉を閉めておこう。あ、敵襲か。見つかったか。ここは強行突破するしかない。もう片付いたな。詰所の中に進む。お前一体何だ。木箱を開けて中を確認しよう。今で言った。ナルサス様に報告しよう。アルスラン殿下。何事か、ホディール。ダリュン・ナルサス、その他殿下のおそばにあって、殿下の害となる者どもをこれから排除いたします。彼らがいずれ関心となり殿下と祖国に害をなすことは明白です。何をバカな。あのナルサスなる者、何故お父上のご不況を被ったとおぼしめすか。奴隷制度を廃止するとか、神殿の資産を没収するとか、貴族と自由民に同じ法を適用するとか、過激なことを主張したからです。それは考えあってのことであろう。考え。あのようなものに国政を欲しいままにされたら、パルスはルシタニアに滅ぼされるよりもなお悪うございます。つまりお主は私にナルサスやダリューンを捨てろというのだ。いかにも。では聞くが、ダリューンやナルサスを私が捨ててお主を選んだとして、今度はお主を捨てる日が来ないとなぜ言い切れる。ナルサスの悪口をお主は言い立てる。だけどナルサスは私に一夜の宿を与えておいて騙し討ちなどしなかったぞ。みんな、すぐにこの城を立つ。お待ちくだされ。せめて殿下のご乗馬の靴輪を我が部下に取らせましょう。
太子殿下に近づくに短剣を隠し持つとは何の言い合ってのことか。もはやこれまでか。皆の者、大太子を捕らえよ。おとなしく出て行かせた方が貴様のためだぞ、ホディル。うるさい、黙れ。このままでは私は逆賊だ。黙るか。しかこい。みな、アルスラン殿下を守れ。お主がいてくれれば心強い。これからも力を貸してくれぬか。足元にも及ばんよ。大太子を捕らえろ。ここでやられてなるものか。やつらめ、岩に後悔させてやるわ。お怪我はございませんか。早急に肩をつけますゆえ無理はなさいませぬよ。あの様子、何やら策がありそうだ。放っておくと厄介なことになるかもしれない。俺とお主で奴を追う。みな、殿下を頼んだぞ。兵と共に門を突破するぞ。罠を起動せよ。奴らを討ち取るのだ。
てを叩き込め。まったく厄介な仕掛けを。皆で壊して先に進むぞ。殿下個人の忠誠を誓えと。武勇の全てを叩き込め。そして変わらない正統の王が存在する。ナルサス、お主に意見を聞きたい。殿下、戦後のオスロエス5世の維持ということは。それは俺も考えないではなかった。だが殿下のご誕生の時期から考えて可能性はない。そうか、これで門を開けられるな。この総統将軍キシュアードこそ真のマルダーンよ。お見事です。私もマルダーンとして遅れを取ってはいられませんが。追い詰めたぞ。コディーユはできている。ミシミシやられてなるものか。さすがは諸侯の一人、すさまじい覚悟はできているのだ。殿下を裏切ったはず、償わせてくれる。この私がこのようなところで。門罪天使の前にまかり出て生前の罪を告白するがいい。自分は裏切ってはならぬものを全て裏切りましたとな。